よし、では車体の整備をしていきましょう。まずはやっぱホイールタイヤだな。マフラー外します。マフラー、よし、ここノーカットでいくか。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ちょっと入ってくさ、いいよ。ハンマーはね、いらないです。よっ、くさ、かっこ悪い。よし、こんな感じ。じゃあサビを取って塗装していきます。洗ってきたので乾かします。マスキングしていきます。普通のガムテープです。さあ、うまく取れるかな。お、いいね、お、いいね、お、いいね。お、布が一個あった。こうか。切れてないたくあんみたいになってる。よし、取れた。よし、じゃあ塗ってきます。缶スプレーでもこれだけ綺麗に塗れます。ちょっと見て、このツヤ。よし、じゃあちょっとドアップでいこう。どうだ、どうだ、どうだ。よし、乾くの待ちます。ついでに塗れ液。よし、塗装できたホイールにタイヤつけていきます。まずマスキング取ります。で、バッチリを。なるべく手でやる、なるべく力をかけない。できるだけの力で OK。あまりにうまくいきすぎて、OK のタイミングが遅れてしまった。OK がいい。じゃじゃーん、ピカピカのホイールに新品のタイヤです。リアホイール OK、 マフラーつけていこう。
よし、次前回り。よし、フロントホイール外していきます。ホイールできました。よし、一回片付けよう。とりあえず、エンジン、車体、整備、一通り終わりました。で、外装を取り付けていく前に、もう一回軽く掃除して、サビとか落としておきます。よーし、ピカピカになりました。はい、それでは、エンジンの整備、足回りの整備で軽い掃除、出来上がりました。では外装をつけていこうと思います。まずはレッグシールド、レッグシールド、じゃじゃん、ハンドルカバー新品です。ピカピカです。ミラー新品です。フロントカバーつけてきます。新品ピカピカです。じゃん。フレームカバーつけてきます。サイドカバーつけていきます。エアキャリア、はい、外装の取り付け完了いたしました。ピカピカのディオの中古車です。でんでんでん、
はい、これで完成と言いたいところなんですが、ちょっとまだね、完璧じゃない。ちょっと気に入らないところがいくつかあります。まず一つ、グリップ、近くで見ると分かると思います。ゴムがね、ちょっと劣化して汚いので、これ交換しますね。反対側もね。もう一つシート、なんかね、これもちょっと薄汚れて汚いので、このシートのですね、カバーを張り替えていこうと思います。その様子も動画にアップします。そして、まああと一つは、マフラーのカバーですね。これもちょっと割れてるので新品に交換しましょう。それが終われば完成ですね。さあ、一本の動画で収まるか、続きは次回か、どっちだ。することは全くありませんし、手の後ろにコインがあることもありません。どうぞ。もうすごすぎて静かになっちゃったね、一瞬。おーじゃなくて。